リミです。はい、今日なんですけども、僕一人ということはびっくりでございます。あ、こっちにバリーおらんね。俺いつもやったらね、こっちに編集でバリーおるんで、ちょっとこっち向いちゃう癖があるんですけど、今日はバリーに中国語甘いドッキリっていうのをやっていきたいなと思います。どういうことかと言いますと、以前にね、バリンが甘い日本語で僕をトホホンとさせるドッキリがあったと思うんですよ。まだ見てない方はぜひ見てもらえたらと思うんですけど、今日はそちらの中国語バージョンをやっていきたいなと思いまして、今どういう流れかと言いますと、偽企画を用意したんですよ。だからバリンにはエビリンの日常生活っていうね、もう一つのチャンネルがあるんですけど、バリンにはちょっとラフで喋ろうよってバリンには喋ってます。はい、ってことで台湾彼女に甘い中国語を喋ったらどんな反応するのかっていうのをやっていきたいと思うんで、本日もよろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。せーの、レッツゴー。始まりましたね。イエーイ。イエーイ。ちょっとカメラいかんでる。まあこっちはね、結構ゆったりでもあったりするからな。初めてちゃう？二人で動画撮んの。エビリの日常生活で。そう。初めて。うわ。イエーイ。今日はね、まあちょっとラフで喋っていきたいなと思ってるんやけど、最近どうですか？アルバイトしてるじゃん。今回のアルバイトそろそろ終わるから最後まで頑張ります。そうやな。俺もなんかバリンにね、してあげれることがあったらいいんやけどね。いやいいよいいよ、いつもやってくれたから。今一番欲しいのは早くアリンと会いたい。まあね、でもな、バリン、未来に我是满东为你做勉強したのそれ。マジで思うなそれは。どうやね。え、待てバリン。手見して。手。バリン。你的手好嫩好滑。変態や変態。何笑っぱいの。何それ。どこで勉強したのそれ。你的手好凉啊。我帮你捂吧。どこからそんな変態発言勉強したの、ほんまに。我帮你捂吧。いらんいらんいらん、めっちゃ熱いけど今。我想亲你。不要。大変のが続いてるもんな。もうかれこれ3ヶ月とかやし、もう他のね、日体カップルさんとか国際カップルさんとか言ったら今年会ってない人もおるらしいからな。うん、やばいな。 すごいよな、そう考えたらマジで。我不在你身边时你要好好照顾自己。あーあー、落ちた。めっちゃいいこれ。クマはめっちゃ優しいと思う。そういうことか。日本語で喋ってる俺より優しく感じる。うん、そう。やっぱ母国語やったら伝わったりするもんな。だってアリも中国語喋れないから、中国語喋るときはめっちゃアクセント柔らかいから、うん、あ、そうなんや。いつも大阪弁喋るときめっちゃ強いのなんか感じから、まあまあ、そうそうそう。ということで、台湾彼女に甘い中国語を話すとどんな反応するのかという結果をやってました。やっぱりな、やっぱりな。途中もう分かったよ、途中でもう。これエブリンの方でどうかりますか？だからか、突然。いや、あの前回バニー仕掛けたやんか、甘い日本語で俺をなんかトホーンって刺すっていう客があったと思うんですけど、その仕返しですよ。まあめっちゃいいけどめっちゃ嬉しいね。あ、そうなんや。変態の発言以外嬉しい。あ、変態の発言とかあったんや。ちょっと調べながらだったから分からへん。どうバリに伝わってるかもあんま分からんかったりすんねんけどまあまあまあ、よかったんじゃないかなと僕も思いますね。ってことで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ってことでまた会いましょう。せーの、キンキン。バイバイ。じゃあバリさんどうでしたか？もうまあ途中で分かったけどね、でもめっちゃお面白いなと思う。まあ、いつかね、俺が中国語を覚えてこんな話いっぱいしたらどうですか？
いっぱいしたらいらんけど、たまに行ったら嬉しいね。バイバイ。バイバイ。